って言われて、それで、You can enjoy... I can? え You can? You can? You can? Enjoy?サンスクリプト？サンスクリプト。サンスクリプトとか言ってる。そんなに習わなかったね。違う。読んじゃった。え？いや、全部今終わったからありがとうっていう握手だったから。そんなわけない。あるあ、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ゆあちゃんの英会話講座、繰り広げる中、ふわり留学時、本日4周年聞こえてる、迎えております。ということで、下のテクニックさんで、乾杯を、まあ4周年でね、あの間があれなんで、5周年はまたちょっと大きなことやれればなと思ってるんですが、どでかいこと、どでかいことどでかいことどでかいことやるそうですよ。あんまりそんなあの大風呂敷広げとかないで普通にしましょうよ、まあ、4周年は、はい、まあ、軽くなってきて、手だけ出して身内でお祝いさせていただきます。ありがとうございます。乾杯。すごい量でした。で、こうやってあのピクニックさんからもケーキいただいて、そこでポンって。このまま歩いて行こう。セコンで。これです。あれ？これだよって感じ？キッチ欲しい。キッチ？キッチ。これはあのおかずなの？なんかデザートなのみたいな。初めて食べた時。どっち？どこだっけ？どこ？どっかの国の。フランスの郷土料理。郷土料理。そうですよ。ウィキペディアによりますと。ロレーヌ地方の郷土料理。もう場所がわかんない。そんなこと言われても。フランス、アルザス。アルザスなんだ。ロレーヌ風クッキーだけはクリームとベーコン。そんなこともアルザスですね。食べてどうぞ。お母さんもちょうだい。すごい勢いで食べました。あ、これ玉ねぎ出た。うん、これは美味しい。ないのね。はい。わあ、すごい。ありがとうございます。すいません。やったね。またもやいただいてしまいました。ありがとうございます。持つ？え？6月の収録でこういった。はい、ありがとうございます。すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。すいません。
おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。もういつもすいません。そう、運動会の前日にやっちゃったもんで。いや、だからもう付け焼き場でセロテープでビャーってぐるぐるぐるってくっつけて、とりあえずこれでいけっつって走れて走ったよね、それでね。あれ、それあの時つけてなかった？つけてたよね。私は何時から場所取りしたの？4時半過ぎに出たから、そしたらもうあの入り口のところから角っこの自転車屋さんの角っこのところまで並んでた。だからもう角一だら一辺が一面もう並んで、でも反対側もいるもんね。反対側もいるから裏も裏側もね、うん、こっち側のもんですよね。いやなんかで、ね、もう10人ずつ、ね、先生がピッて出てくるんで、最初の第一競技お父さんたち、そうプログラムに乗らない第一競技もう運動会でもちょっと並ぶのあれどうにかしないとダメだね。だって一番前の人は夜の10時半ですもん。本番寝て寝るしかなくなっちゃうもんね。夜の10時半って俺がちょうどもうあのこっからもう終わらせなきゃっつって帰った時間だよ。でもびっくりした。あれ今年お母さん多いな。でも最初の年とかはねお母さん並んでたもんね。女の人多かった。あ、お父さんの方が多かった、うん、だいたいね、だって7割、8割は男でお父さん、そんなに早くなかったもん、並び始めが。ああ私の時は、まあ、まだどんどんエスカレートして、去年までの俺の並んでるあれで行くとそのぐらいだったの。7割から8割はお父さんだと思ったんだけど、今年はね、それでもあれか、64だよな。本当4がお母さん、うん、6がお母さんって言ったら大変でしょ、うん、はい、ということでございまして、ワインをいただきまして軽く、4周年を、飲ませていただきました。チャンネル登録結局そこ、あとグッドボタン、5周年大々的にコンサート会場を使ってスニーカー館とかとか武道館とか池場千葉です。まずカツサダイプラザの大きい